まあ開始時がこんな感じですね。で、開始時の温度がこんな感じでございます。多分30分じゃ 80% まで入んないんじゃないですか。あ、違う、ここは 80% になるまで永遠充電してくれるんだ。よしよし、8割にしときましょう。ん、むむむむむ、 SOH が下がってますね。 86.80、 あ、 96.80 です。この前は 96.86 だったんですよ。なんだろう、なんかあるのかな。まあまあいいや、こんな感じで。まあ劣化したら劣化したで、保証が効くかどうかっていうのもネタになりますからね。というわけで、まあ充電終わった後のレポートもしましょうか。これ1分あたりのこの都庁の高速充電器で最高効率が 1.15 なんですよ。ということはまだ今のところ1を上回ってるってことですよね。なんでこの14分分の16キロワットにすればいいですから。でもどっかで逆転する時が来ると思うんですよ。今から連続でやりますんで。どうなりますかね。62キロワットの8割だとすると6848、48キロワット分充電できればいいですよね。この都庁の充電するの駐車料金が1時間まで無料なんですよ。なんで48分ぐらいで行ってくれりゃ。でも48分間最高効率で行くかなって言ったら多分行かないような気もします。考えてみればほぼゼロからのバッテリー超高速充電って結構貴重っすよね。見ていきましょうか。今のところだいたい20分経ってもまだ60キロワット出てます。いつ出力が下がるんですかね。でもただバッテリーの温度がいきなりっていうか結構ぶち上げなんですよ。リーフスパイ見ます？ちょっと待ってください。やばい、45度ぐらいになってる。もう初めて20分で45度ですよ。すごいっすね。こっちが 32%。 あ、これはどっちかのせいで絶対に出力絞られるやつですよ。どうですか、こんな感じでバッテリーの温度何度ぐらいから出力が絞られるのかっていうのを調べるには、これで8割ぐらいまで充電してまた鬼のように端くり回ってゼロ近くまでしてバッテリーの温度熱々のまんまもう一回この急速充電器にぶち込んでみるっていうことですよね。でもただちょっともう今日はこれ以上走れないっす。いやー、リーフいろいろ検証すべきところたくさんありますね。面白いわ、面白い車だ。前回ぐらいに出したあの東京長崎の検証の動画あるじゃないですか。その検証の動画だとあとバーがもう一個向こうに行くとどうも出力が絞られた、充電が全然入っていかない、 0.4 ぐらいの充電効率になっちゃった。1分あたりね、1分あたり 0.4 キロしか入らない充電効率になっちゃったよみたいなところがあるんで、バーこれ入りそうっすね。頑張ればもうちょっと時間が経てば。あ、入った、これだ。皆さんこれですよ、見ました？今入りましたよね。 46.3 度です。こっちが 46.3 度。おこれは貴重だぞ。 46.1 度になったけど 46.3 度だったんですよ、さっき僕が見た時には。なるほどね。でもただこの前のあそこの福井市サービスエリアがこのバーもっと限りなく右側もう一個行っちゃうよぐらいの勢いのバーだったかもしれないですからね。あれ、相変わらず充電は 56kW で順調っすね。早いっすね。この 56kW っていう数字はリーフの E プラス以外には出せないですからね。他は確かどうでしたっけ、マックスで50までぐらいしか行かなかったんじゃなかったでしたっけ。これは素晴らしいぞ。面白い。ちょっとこれはここに貼り付いていくしかないですね。ピントどうですか。なるべく全体でピントが合うようにはしてるんですけど、 46.4 でこんな感じです。おー、55、あれ、また上がった。まあでもこんなもんか。よしよし、どっちの方がいいんだろう。一応バーの方にしといた方が良さそうですね。これだ。こっちの充電器の方を見るとまだ1分あたりの充電効率は1を上回ってますね。
これバッテリー 47% で 51kW で入ってってるんですよ。でバッテリーのバーがこんな感じです。見えますか？見えますよね。うん。で充電の温度が 47.4。 これはどうですか？どう考えればいいですか？通常ですね、 47% ぐらいで充電効率ってここまで下がる？ 51kW でしか充電できないってことありますか？あるような、あ、ちょっと過去のデータ該当近いものがあるかどうか調べてみますね。残念、都庁でドンズバっていうのはなかったっす。どうだ、これで 52% で 47kW か。まあでも通常運転なのかも。熱で出力が絞られたってわけじゃなさそうですね。48度までいきましたね、バッテリー温度。これバーがもう一個上がったら面白いんですけどね。熱のせいじゃないっぽいですね。あの充電してる間の途中経過のデータがあるわけじゃないんで、もう推測するしかないんですけど、僕がした推測はこれですよ。1分間あたりの充電量で、今だいたい1分間で32分でしょ。だから分分のキロワットって考えると、今1を切ってる状態なんですよ。で東京都庁の高速充電器でも、充電効率1分あたりにどれぐらい何キロワット充電できるかっていうのを1を切る場合もあるんですよね。 0.9 とかになったりする場合もあるんです。なので、まあ、特に熱で影響をもろに受けてるんだとすれば 0.1 を大幅に下回ってますからね。今までだったら悪くても 0.9 ぐらいなんですよ。 0.85 とかもありますかね。でこれ見ると、まあ、いいとこ 0.9 じゃないですか。ちょうど今1ぐらい、 0.95 ぐらいですかね。なかなか興味深いですね。でこれでバッテリーがすぐに冷えるんだったら、ですよ、夏場超高速充電繰り返してもいいような気がする。次の充電までにバッテリーが冷えちゃえばいいわけですから。そんであと、この東京都庁の急速充電器のここの駐車場って1時間無料って言ったじゃないですか。 0% から1時間で充電効率がまあ大体1ぐらいだとすると 60kW 充電できますよね。でもこれ 80% で終わるんで 48kW 入ればいいわけですよ。で48分で終われば、すげえ御の字。あ、さっき言ったか、さっき言いましたね。そういえばうまいこといきますかね。そうすれば充電するのに、0から始めて 80% まで充電するのに1時間以内でできるんで、ここがすげえ使えるよってことですよ。で 40kW とかだと、でもそれでも 40kW ならそもそものバッテリーが少ないから、それでも1時間で終わりますね。なるほど。でバッテリー温度はこんな感じです。 48.6 度、割と上がってますね。あ、 40kW リーフで最高にバッテリーが上がった時のバッテリー温度がどれぐらいなのかちょっと調べてみます。こんな感じです。今初めて40分、50分ぐらいですかね。バッテリーの温度は相変わらずなんですよ。バーの方は、こっちのバーの方はこんな感じで、さっきと変わらないんですけど、こっちの温度がもう少しで50度になりそうです。今 49.1 度ですね。50度になると多分これバーもう一個上がるんじゃないですか。今これが9メモリぐらいなんで、10メモリまで行くんじゃないですかね。行くかな、行ってほしいな、面白そうだな。どうなんだろう、1時間近く40分ぐらい充電しててもまだ38キロ出るんですね。これはこれですごいことですよ。こんな感じです。43分経ってましたね。すごい、バッテリーの温度が 49.3。 でも出力はそんなに絞られてる感じはしないですね。バッテリーのバーはこんな感じです。50度ぐらいまで行ってほしいな。で外気温が27なんですよ。結構なんですよ。49.4、 50度まではいかないかもしれないですね。おお、今 49.9 っすよ。あともう一個いったらあのバーが一つ動くかも。あれ、なんか見にくいぞ。なんだ、
見える。どうだ、行く？50度に行く？ 80% まであと 6% なんで行くんじゃないですか、これ。え、着せずしてあのバーが1個上がればもう間違いなく今までで最高の温度ですよ。ちなみに充電器の出力は38まで落ちてます。落ちてますけど、まあ割合いいっすよ。ほー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 、あ、行った。さっき一瞬50になったんですよ。何か変化はあるかな。充電器の出力は変わってない。で、バッテリーのバーも変わってないですね。あれ、一回落ちたからかな。もしかしたら、敷地50度を超えて、ほら、50度になったでしょ、今。ここですよ、ここ。50度を超えて、何分か経たないと、バーが動かないっていうのはあるのかな。それとも、もしかしたら、この最小の部分を読んでるのかもしれないですね。最小でも50度を超えたみたいな。興味がありますね。どうなるんだろう。もうちょっと経過を見ます。あ、来た。過去最高のバッテリー温度ですよ、これ。これ来ました。こっちの方はですね、マックスが50で変わらないんですけど、最小が 46.1 です。どうなんだろうな。50を超えた瞬間なのかな。なんとも言えないですけど。あら、来ちゃいましたね、これ。お？とはいえ出力が下がった様子も見られません。なるほど。気温27度の時に 0% 近くから高速充電をやり続けると 80% に行く前 78% ぐらいでバッテリーのセグがですね、温度のセグが10まで行っちゃうんですね、これ。あ、なるほど。これ夏場で高速道路を避けた方がいいかどうかはまだ結論は出せないんですよ。なぜかというと、走ってれば冷える可能性が大なんですよね。どうします、これ。どっか走ってきます。いや、事故るな。それは死にますよ、私。こんなセグのところ初めて見た。 E プラスで、 E プラスもこうなるんですね。なるほど。で、ちょうどもうぼちぼち充電終わりますね。80になるかな、これ。今出てきたんですよ。そしたらバッテリーのバーが1個下がりました。これはですね、おそらくバッテリーが50度を切ったんじゃないですか。ちょっと見てみましょうか、温度が。あ、ほら、やっぱり50度を切ってますね。なるほど。あ、これは分かりやすいですね。そうですね、最小がさっき 46.1 でしたもんね。やっぱりここの最大が50度以上になるとバーが上がるんだ。となると、多分 40kW リーフとここのセグの表示の温度って同じなんでしょうね。よし、というわけで今回もいろいろな発見があり、また課題も見えてまいりました。あ、ちなみにさっきの充電効率見てみましょうか。出ました、充電効率は 0.83 です。まあ悪いですけど、1時間充電してますからね、これ。歴代の充電効率でいくと10位です。ただ30分充電した方が効率が良くなるっていうのはもう以前から言ってる通りなんで、まあこれはこれでいいんですよ。よし、というわけでこっからですね、めちゃめちゃ3時間ぐらい走らせるっていうのもありなんですけど、さすがにですね、もう6時半で明日の仕事の準備も、あ、シリが明日の準備もありますんで、まあ準備って言っても大した準備はないんですけど、ちょっと体を休めたいと思います。というわけで皆様、まだ終わんないですよ。さあ、どうしますかね、夏。でもまあこれ、今回のやつでいろいろ分かったことが多いんでいいっすね。で、充電のこのバッテリーが冷えるのかどうなのかっていうのも考えなきゃいけないし、で割と充電冷えましたよね。あそこの急速充電でガンを抜いて、ほんの 300m 走って地上に出るまでの間に1度2度下がってますからね。ちょっと考えて分かる範囲でお話しすると、例えば前日に8割まで充電しておいて、
それで 0% 近くまで使って、でまた 80% ぐらいまで充電すると一気に11ぐらいまで行っちゃうってことでしょ。だからそれ以上はまあ300キロ以上走ることになりますんで、それからまたね、なんで300、300、600キロですよね。600キロぐらいになった時にバッテリーがどんだけ冷えててどれだけ充電できるようになるかってことですよ。で600キロ走った時点でバッテリーが十分に冷えてるっていうことになれば、そこでまたもう一回充電してもう300キロいけるっていうことですからね。そしたら来週はそれやります？やりますって言ってて、実際できるかどうかわかんないですけど、バッテリーを本当キワッキワの、前日までにキワッキワのゼロゼロにしといて、朝都庁の高速充電器でめちゃめちゃ8割まで充電して熱々にするんですよ。そのバッテリー温度が10セグになるまで、リーフスパイで言ったら50度になるまでバッテリーを熱々にして300キロ走りまくって、どんぐらい充電が冷えるのか。まあ300キロ走ります？いやー、300キロ高速なしで1日300キロ走るのはバイパス使わなかったら至難の業っすよ。だって今回330キロぐらい走るのに2日かかったんですよ、2日。なのでとなると、東京都から出ちゃいけないこのコロナの限界体制でやるのは無理ですね。それかなんかいい方法あるかな。首都高をぐるぐる回ります？でも首都高をぐるぐる回るのもな。まあ回ります。調べてみたんですけど、首都高をぐる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 回って、その単一一番安い料金しか払わないっていうのは別に違法じゃないらしいです。でもとはいえグレーに近いですからね。グレーに近いんであんまりやりたくないなっていうところはありますので、なんとか1日で300キロ走れる、東京都内限定で走れる方法を考えてはみたいと思います。あ、奥多摩のあたりだけをずっと走り続けるっていうのはありですかね。そうか、東京の方に戻ってこなければまあそんな混んでないですからね。あ、そうします。なんか峠の走り屋みたいになってますけど、じゃあ次回は一応それでいきましょうか。前日までにバッテリーをカラカラにしておいて、で朝一番で都庁でめっちゃ充電して熱々にして300キロ走って、バッテリーがどんぐらい冷えるのか。あ、でも結局また都庁に戻ってこなきゃいけないのか。ちゃんと充電ができるのかどうなのか。いや、それはハードだ。さすがに一人じゃ無理っすね。となるとそれは外に出れるようになってからの持ち越しです。そうだ、皆さんの知恵をお借りすればいいんだ。東京都内で1日300キロ余裕で消費できるような方法、東京都内限定で走るってことですよ。何かご存知の方いたらコメントでぜひいただきたいんですけど、一つ僕が知ってるのは首都高をぐるぐる走るっていうのがあります。時速80キロで走れれば6時間も走んなくていいですね。5時間も走んなくていいですね。4時間も走ればもう始発32の320キロ分ぐらいは走れますから、じゃあそうしますか。そうしますかね。それ以外になんかアイデアあったらぜひとも教えていただきたいところでございます。というわけで、ぼちぼち私の家が近くなりますので、現場からは以上でございます。ご視聴ありがとうございました。